先月、伊豆半島を直撃した台風8号。松崎町雲見では太田川が氾濫し、およそ40棟で浸水被害や土砂崩れによる断水など大きな被害を受けました。浸水被害の原因となった太田川ですが、一月が経ち川底に溜まっていた土砂も撤去され、元の状態に戻りつつあります。復旧は進みますが、太田川沿いの民宿はまだ営業を再開できないままです。浸水被害があった40棟のうち24が民宿、観光地としてのにぎわいを失いました。こちらは何ですか？常連客からの手紙やメールには、再会を待ちわびる思いなどが綴られていました。再会はいつ頃になりそうですか？年内に、できれば11月ぐらいには再会したいなという気持ちはあるんですけど、まだちょっとわからないですね。雲見にはダイバーが訪れるなど、観光地としての日常が戻りつつあります。台風の影響で延期となっていた花火大会は、来月8日に開催されることが決まりました。徐々に、通常の日常を取り戻しつつあるなとは感じますけども、まだまだ、時間はかかりますけども、もう一息頑張っていただきたいなとは思ってます。台風による浸水被害から一月。まだまだ完全復旧とは言えませんが、観光地として再生できるよう準備を整えています。